します。今までに比べてすごいいいスタートは切れてると思うんですけど、まだまだ課題もたくさんあるので、負けない試合をしながらより良くしていければいいと思います。やっぱり一人一人が目の前の対人のところ、バトルのところで負けないことと、守備のところで最後やらせない、ゼロで抑えれてるっていうのは今までと全然違うと思うので、そこは続けていけるようにしたいと思います。ディフェンスだからっていうわけではなくて、もう全員がもう絶対やらせないっていう気持ちでゴール前もう体張るところだったり球際のところだったりいけてると思うんで、それがまあ無失点で勝利につながってると思います。本当にアウェーでも、もう他のチームとは比べ物にならないぐらい本当に多くのサポーターの方が来てくださって自分たちにパワーを送ってくれるんで、本当に心強いですし、自分たちの誇りだなって思うんで、本当にもうサポーターたちのためにも一緒に喜びたいですし、勝利届けたいなって思います。ここ4試合 1-0 で勝ってる試合、まあ、実力もあると思うし力つけてきたと思うし、だけど危ない場面が多々出てる、そこをもう一回、そこを意識して、今日の試合大事に丁寧に戦ってください、okay、けど勝つね、丁寧に戦って負けたじゃないね。そこから爆発的なパワー出して相手を倒す、相手に勝って広島に帰る、OK、その意識を持ってやってください、OK、じゃあ行きましょう、行こう。なんか結構風あるからさ、それセットプレーとかに集中して走ってみせる、じゃあ行こう。相手も走るぞ、全員で全員で、今自分たちでやってることにしっかり自信持って今日も全員で戦って絶対勝つよ。はい、行くぞ。自分たちが出た時に、いいプレーできるようにしっかり準備して絶対勝ちましょう。イエーイ、イエーイ、審判団長の両チームで応援しろ、ルーゾーです。Thank you.
得点取って、最後もう一回後半入るから集中して絶対勝って広島帰りましょう。はい、行くぞ、はい。次は決めます。ナイス、イエーイ。
間違えた。やった。ポーズしましょう。嬉しい嬉しい。え、あれは私。え、公式ミクロコール。やった。ありがとうございました。ナイスゲームです。ありがとうございます。すごいね。心の底からすごいなと思いました。おめでとうございます。みんなが、勝利に向かってそれぞれの役割を全うしてくれたおかげです。が、前半失点はやっぱりしたくないね。防げる失点だと思うんで、そこは課題として、やっぱりゼロでいかないと、みんなが実力を出してくれたからこそ今日4得点につながったと思うんで、本当の実力を示し続ける、試合をしていきましょう。いい勝ち方ができたけど、次また試合入ったらどうなるか分かんないんで、そこに向けてまた全員でいい準備をしていきましょう。おめでとうございました。本当にありがとうございます。お疲れ様でした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 。大丈夫、泣いてない。なんかあ、大丈夫ですか。なんかなんかあるんだったらキャプテン言ってみて。読む？また中3日だよ。マジ？え、来週も開くから。あ、来週にね。確かに確かに。それはそれ。いつもこっちが勝手に決めてるんで、今回は頑張ってくれたおかげなんで、はい、じゃあ日本にします。しっかり休んで。やっぱ後から出てくる選手の勢いもいいですし、まあ、チーム全体がまとまって、みんなが勝利のために全力で戦っているんで、そこがいいかなと思います。もっと練習できるように頑張ります。きつい状況が続いたし、まあ、今まで、まあ、ここまでスタートから関われないということはなかったんで、まあ、初めての状況ですけど、まあ、自分だけじゃないんで、この気持ちを味わってるのは。なんで、まあ、ベンチにいて途中から出ても結果残そうっていうのは思ってましたし、まあ、今日はまあ失速っていう形ですけど、まあ、そこに結果がついてきたので良かったかなと思います。本当に結構 PK 苦手なんですけど、ここ決めたら本当にチームの空気を変えれるかなっていうふうに思ったんで、しっかり気持ち込めて蹴りました。ここまでチーム全員が本当に一つの目標に向かってやれてるのがすごく大きいと思うんで、まあ、今日来れてない選手も含め本当にみんながいい競争チーム内でできているんで、これをしっかり続けていきたいです。シーンはやっぱり自分だけの得点じゃなくて、その前の部分から見てみると、やっぱりたくさんの選手がかかって生まれたゴールだと思うので、まあ、そこはレジーナの強みだなって思います。毎試合自分が出た時には絶対点取りたいと思ってたので、まあ、今日やっとゴール決めれてよかったです。サモン、まあ、勝っている状況で投入されて、自分としてはもう追加点でチームを楽にさせてあげたいっていう気持ちで入りました。みんなが頑張って90分通して走ってくれて、もっと言えばやっぱり練習中から緊張感のある中で、まあ、どんな時もやっぱりチームメイトたちといい競争ができて、比較せずにお互いを高め合えてきたのが、まあ、積み重なって今に至るのかなと思います。